意外と知らない雑学。横滑り防止装置搭載車にオフのスイッチはなぜあるの？こんにちは、チャンネルついてるです。皆さんの車には車がスリップもしくは蛇行運転しているようなスイッチは搭載されていますか？これは事故の発生を未然に防ぐ予防安全アクティブセーフティという自動車の安全技術で、現在の車には標準装備となりつつある横滑り防止装置 ESC のスイッチです。横滑り防止装置 ESC は制動時、発進や加速の際にホイールスピンなど車が予期せぬ不安定な動作を起こした際に各種センサーにより検知し、車輪のロックを防ぐ ABS 制動時や加速時等のタイヤの空転を防ぐトラクションコントロール PCS 等を統合制御、エンジンの力やブレーキの力を制御、抑制することで、車の安定姿勢の維持と安全旋回を実現し、ふらつきを防止します。そんな、ドライバーにとって非常に安心安全な心強い機能なのですが、では、そんな安全装備にオンオフの切り替えスイッチがついているのはなぜなのでしょうか。なぜオフにする必要があるのか、どんな時にオフにするのか。まず最初に挙げられるのが、車がぬかるみや雪などでタイヤが空転してしまい、前にも後にも動かせない状態になった場合、そんな時に横滑り防止装置 ESC が機能するとエンジン出力を低下させてしまいます。タイヤの空転を抑制する機能が働きパワーをカットしてしまい、脱出が困難となるのです。脱出の際には空転をさせ車を動かす必要があるので、結果的に逆に邪魔な機能となってしまうわけです。その他、これは一般的ではありませんが、サーキットなどでドリフト走行などを行う場合、横滑り防止装置 ESC の機能により、コーナリング性能の低下や加速しないなどといったデメリットがあるため、基本的にはオンのまま走行して問題ありませんが、緊急時に備えて横滑り防止装置ESC の切り替えスイッチが装備されているのです。緊急時に素早く対応できるように横滑り防止装置 ESC の搭載車に乗られている人は覚えておくと役立つでしょう。車両の安全性向上のため、横滑り防止装置 ESC 及びブレーキアシストシステム ESA の装備を新型生産車については、平成24年10月1日軽自動車は平成26年10月1日から、継続生産車については平成26年10月1日、軽自動車は平成30年2月24日から義務化なされます。一般的に ESC という略称で呼ばれていますが、トヨタ車では VSC などメーカーごとに異なる略称で呼ばれています。将来的には全ての車に搭載される機能ですので、この機会にぜひ覚えておいてくださいね。現在の車にはいろいろな安全機能が装備されています。しかしスピードの出しすぎなどによって安全機能が対応できずに事故につながるケースも少なくありません。車の安全性は高まり、いろいろな安全機能が装備されてきていますが、安全機能を過信せず、正しい知識を持って安心で快適なカーライフをお過ごしください。少しでもお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。